心療内科にちょっと行ってきたんですけど、脳の発達障害だって言われて ADHD って診断されましたね。注意欠陥多動性障害って言って、コミュニケーションが下手だったりとか、計画性がなかったりとか、衝動的になってしまったり、あと感情の起伏が激しいっていうのがあって、これね、当てはまる人はちょっと、注意が必要っていうのがあって、物忘れだとか、一つのことに集中できないとかね、退屈なことができないとか、じっと座っていられないっていうのがあったらね、ちょっとグレーゾーンだとは思うんですけど、なんでね、急にそんな診断行ったんだって思うじゃないですか、28にもなって。発達障害なんで、生まれつきのものなんですけど、最近ね、自分で社会でめちゃめちゃ生きづらいなってちょっと思ってたんですよ。なんでだろうと思って、まあ行ったんですけど、最近の具体例として、僕の面接でめちゃめちゃ貧乏ゆすりしちゃって、身振り手振りとかも僕話してる時すごい多いんですよ。で、このじっとしてられないんですよね。で、それでめちゃめちゃ注意されて、で、またじっとしてられないんで、貧乏ゆすりとかなんか手動かしたりして、そわそわしながら喋ってたら、めちゃくちゃ怒られて、もう一回の面接で何回も怒られるとか、単純作業をこの前一日やってたんですけど、ほんとダメでね、もうすっげえもうなんか、うわーってなっちゃって、トイレに多分十何回ぐらい行きましたかね。まあトイレ行く用事ないんですけど、もう何回も行って気紛らわすために行ったりとか、と計画性がなくてね、衝動的にお金ないのになんか買っちゃったりとか、そういう無計画なところとか、これちょっとやばいんじゃないかと思って、そうしたら案の定 ADHD で診断されましたね。まあ、診断書、ね、今書いてるんで、来週ぐらいには届くからね、公表しようとは思うんですけど、就労支援とかもちょっとその病院でやってくれるみたいなんで、 ADHD っていうのを分かってもらった上で雇ってくれるとかね、そういう場所もあるみたいなんで、転職して居心地のいいところでね、過ごせたらなと、ちょっと行きやすくなるかなと思うんですけど、まあ、これ先生に言われたことなんですけど、 ADHD の方たちは本当に正直皆さん生きづらくて、苦労されてますよって、自分に合った環境を探していくしかないんで、頑張ってくださいって、ちょっとでも自分の居場所を探しながら生きていくっていうのがね、これからの僕の課題にはなっていくんですけど、まあ人生の計画を見直そうかなとは思うんですけど、こういう風にしたら生きやすいよっていうのをね、ちょっと ADHD とか発達障害の方たちにね、メッセージでこれから届けれたらいいんですけど、人生ね、実際何とでもなると思うんで、またね、ちょっといろいろ報告していきたいと思います。ではバイバイ。